今日は法人の e-tax を始めるときの手続きということでお話ししようかと思います。これ2024年に e-tax のサイトがリニューアルされましたので、ちょっと改めて撮ってみようかなと思います。でちょっと画面を切り替えてみます。まあ、e-tax のサイトってこんな感じで e-tax で検索するとこういったところが出てきます。で リタックスを始める場合というところで言うと、まあ、なんか分か,りにく分かりにくいんですよ。分かりにくいんで、もうこのログインっていうのを押して、この初めての方はアカウント作成。これが一番,一番早いですかね。初めての方はアカウント作成で、まあ、こういった感じで、開始届けっていうのを作ります。で、この法人用なんで、ここですね。開始届けの法人。で、個人の方は、ここをクリックしていただければですけど、で、 法人で、で、これで次へですよね。で、この法人の名前を入れるということで、ちょっとめんどすごくめんどくさいんですけど、法人の名称で、その組織名称、まあ、株式会社だったら株式会社ですよね。合同会社だったら合同会社っていうのが、前につくか後につくかっていうのをここで選ばなきゃいけないんです。で、法人の名称ということで、例えばサンプルとかって入れてみます。で、サンプルって入れると。 で、納税値の情報ということで、まあ、例えば、ちょっと適当に入れてみます。サンプルなんで。えこれ、ね、全額で入れなきゃいけないんですよね。これはもうすごく苦痛ではあるんですけど、ひとまず入れて。で、まあ、電話番号は別に任意ではあるんで。で、でこうすると、ここの提出先の税務署っていうのは自動的に判定されます。まあ、ただ一応なんかここにお間違えのないようにっていうのはあるんですけど、まあ、これ見なくても、 いいいんんじゃないかなかと思うんですけどこの判定が間違ってるってことって、まあ、ないかなとか思うので、まあ、ちょっと心配な方は見てみていただいてってところですねで私はもう見なくてここの自動判定のままでいいかなとか思いますで次へに行ってでこ,のここでまた OK を押さなきゃいけないんですけど OK を押してでここで代表者の情報を入れていきます でちょっと <laughs> 適当に入れていきます。漢字か。漢字。まあ、漢字でもカタカナで入れておきます。で、代表者の住所っていうのも入れます。ここではちょっとサンプルなんで、また適当にちょっと入れていきます。で、これで、で、こんな感じで未完了の項目が1個ありますって出ちゃうんですけど、これってなんかこの辺をクリックすると、 それれが解消されます今みたいにスクロールしても、まあ、全部入れてるのにおかしいなとか思った時には、まあ、どっかこの辺りをクリックしてみていただければと思います。で、次へで、で次が暗証番号ですよね。暗証番号で,で次が暗証番号なんですけども、まあ、ちょっと 適当に入れてみますで秘密の質問と答えというのはこれはやっといた方がいいですねで。質問の答え、ペットの名前で、タローとか入れておいて、納税用確認番号というのがこの必要なときもありますので、これもご自身で決めて、まあ、それは記録しておいていただければとところです。でこのあたりのメールアドレスなんかは実際は入れた方がいいな。 メールで連絡が来たりもしますんで。この場合は、で、これで確認です。確認で、あ、これか。設立年月日を入れなきゃいけないというので、これで、秘密の答え、あ秘密の質問と答えだと、を入れる場合は、メールアドレスが必須ってことなので、こんな感じでちょっと入れておきます。 これで確認で大丈夫なんですけど、で、ここに一応警告が出るんですけど、これすでにアカウントを持っている方は、もう一回取ってしまうと、まあ、それが上書きになってしまうっていうことになるんで、まあ、そこに気をつけてくださいっていうようなメッセージです。で、これですね、例えば取ったかどうかわからないとか、あとは税理士に昔頼んでたんだけど、まあ、今回自分でやろうと思ってるとで、税理士に聞くのもあれだっていう時には、もう取っちゃっていいかなと思います。取っちゃって。 と電話かかってくるんですよでに取ってますけどどっちにしますかみたいな感じで,でそのデメリットとしては過去にその提出した履歴なんかが見れなくはなるんですけど、まあ、別にそれは見れなくても問題ないといったら問題ないんで、えーまあ、きちんとそれを保管保存しておけばですねからまあそういうものだと思っていただければなと思いますでこの、ね、暗証番号わからない場合っていうのはお忘れになった っていうのでここに書いてある通り手続きできるんですけど、郵送なんですよね。郵送で来るんですよ、いまだに。だから、ここはちょっと <laughs> 避けたいなってとこはありますよね。で、これで OK をして、で、送信すると。で、でそうすると、ここにこの利用者識別番号というのが ID ですね。で、この暗証番号というのが パスワードではありますので、これを保管しておいていただければ、これを E-Tax でいろんなことに使うことができます。ちょっと試しにこれでログインしてみましょうか。これログインで、これで今、これ,これだったんで、全部コピーされてないですね。 識別番号が、ああ、そういうことか。<laughs> あの、さっきの画面に出てくるときには、なんか空欄があるんですよ。空欄があって、16桁なんですけど、それが16桁以上になってるからでしょうね。で、これをちょっとコピーして、このあたりでこうやって入れると。ます空欄とか入れないで、<laughs> 入れなかったらとか思うんですけど、で、こんな感じで、 いろいろ電子証明書、マイナンバーカードを使うときには、この拡張機能だったり、事前準備セットアップというのが必要なんですけども、これを使わないものだったら、この警告が出たとしても、まあ、別に進めます。こんな感じで。進めるんで。で、まあ、この中で、まあ、例えば、電子証明書、マイナンバーカードが必要ない手続きとしては、 まあ私もよく使ってお客様にもおすすめしているのが、納税ですね。厳泉所得税の納税を支払うというときにも、まあ、こんな感じで、こう入れて、この次へにして、まあ、こういうのをデータを入れていくと送信ができるということができます。まあ、こういうので使うと便利かなというのはありますね。あとは、この提出したものの控え、これ、 これがちょっとリニューアルされた後の画面なんですけども、まあ、この、これをクリックすると、まあ、これも新しい画面ですね。これをクリックしていくと、古い画面につながるっていうので、ちょっとびっくりするかもしれませんけど、これがちょっとリニューアル前の画面なんですよ、ね。まあ、こういうのも、こう、で、おそらくこれ最初に、本情報、ここは入るようになってますね。 ここは入るようになりましたね。ちょっとこれ、ブラウザのこれ戻るをすると、多分、あ、いけますね。元に戻りましたね。ブラウザの戻るに弱いんですよ、このサイト。戻るってしてしまうと、のさっきみたいにちょっと画面がおかしくなったり、もう一回ログインし直さなきゃいけなかったりっていうところがあります。まあ、多少ここの画面は使いやすくなったので、 源泉、ね、所得税の支払いですとか納税証明書の発行なんかも、まあ、そ,そんなにそういう機会はないかもしれませんけどもこういうところでできたりはしますちょっと前だとインボイスの申請登録なんかも、まあ、新規に会社を作られた方はインボイス登録するかどうかっていうのがありますんで、うん まあそういったときにも、こういう新規作成で、このあたりですね。これなんかフォントが見づらいですよね。大きくすればいいのかな。こんな,こんな感じでインボイスの申請っていうのができたりはします。このあたりも法人設立の届けで、あ、これはあれですね。電子証明書。 登録しないとこれもそうですね、これも電子証明書だとで。電子証明書を登録するんであれば、この利用者情報の登録確認変更で、またこのリニューアル後の画面に戻るんですけど、これはその他のとこれですねその他の他登録情報でところで、電子証明書の登録っていうのをしなきゃいけないです。で、登録して、まあ、事前セットアップをして、でとカードリーダーに IC, IC カード、 マイナンバーカードを挿して読み込めばこれで登録ができます。だから e-tax に電子証明書を登録して、で、その何か手続きをするために電子証明書を読み取って、それと照合するって感じですね、まあ。全然関係ない方がそういう手続きなんかをしないようにっていう配慮ではあるか、あるんですけど、まあ、 ログインと、ログインの ID とパスワードだけでいいやと私は思ったりはするんですけど、まあ、そうもいかないんでしょうね。でそんなところで、この e-tax の開始届けっていうところではありますで。これと別に、もうちょっとお話しすると、これは e-tax のネット上の画面ではあるんですよ。こういう。で その他のじゃあ税務申告をするですとかそういった届けそういうのを E-Tax 純正の E-Tax でやろうとするとこのダウンロード版っていうのが必要にはなってきますこれとは別にですねただそれを法人の方で使うのはちょっと現実的ではないので、まあ、他の税務申告ソフト現状でいうとフリーの申告フリー申告っていうものがなったり まあ全力法人税というのを使って法人の方は申告するのがまあ現実的かなというのはありますちょっとお見せするとこういうこういうソフトですねちょっと古臭いこういうソフトがあって、まあ、こういうソフトだと他の機能も使えたりっていうのはあるんですけども、まあ、それ以外の源泉所得税を払うです 申告者データを見るとかっていうものだったらネット上のでできたりします。まあ、全部同じようにしてくれたらとか思うんですけども、まあ、こっち側は Windows 専用ではあるんで、なかなか使え、Mac では使えないという、そういうデメリットもあったりします。だからまあこれはちょっと追加でお伝えしたことではあるんですけども、ひとまずこの e-tax の ID とパスワードを取るっていうところは必要にはなってはきますんで、 でその他のフリー申告や全力法人税というのを使う場合も、さっきの ID とパスワードが必要になりますので、この流れは押さえておいていただければなと思います。では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。